チェックアウトなんですよ。で、せっかく来てるんで、買い物しようかなって思うんですけど、そうね、俺らのバンドで、あれ、問題点が、ありまして、私のドラムの、エロス君と、疾風が、絶望的にダサいんですよ。なんで、今日は、僕らで、エノン君に、洋服を選んであげようと。そういう企画でございます。題して、エノンに、服を、買おう最初の中でダサいはい、ということで、こっちの壁紙チームと道具チームに分かれて、エノン君にコーデを選んでこうだと思うんですけど、いろいろとルールを持ってまして、まず、条件は1万円以内で全身コーデと制限時間が1時間、この3つのルールでやっていきたいと思います。でも、服は自由なんですよ。で、最終的にどっちのコーデが良かったかをレノン君に選んでもらいます。レノン君がいいと思った方は、レノン君が自腹でお買い上げします。はい、レノン君が自腹で良かった方のチームのコーデを買います。なるほど、チップ知らない、もうそういう負けた方のチームは、そっちのチームの自腹でレノン君にくれてやろう。レノン君は今日コーデは全然できる。なるほどね。という感じで早速お買い物行きましょう。イエーイ、こちらさあ行くぞ。今から手分けして買い物に行きます。今から手分けして買い物に行きます。あ、いつね、行ってきます。チーム派手紙です。チームメタルですメタルはどっちもだろう。テーマどうしますか。まあ、とりあえず、うん、綺麗に仕上げてあげたいですね。綺麗系、綺麗めいいんじゃん。とりあえずモード系な感じでいいですか。俺ちゃん系でいきましょう。はい、メタルチームでした。はい、俺とモネムさんチームです。で、どうしようね、服の系統なんだが、個性強めな店探していきますか。自家追系でいきましょうかね。なるほど。あ、結構これちょっと黄色かも。なんかその人のイメージカラーが緑系なんですよ。はいはいはい、本当に、まあ、こういうのだったりこういうのだったりとか、髪色が本当にこんな感じなんですよ。あ、そうなんですよ。すごいっすねもう気持ち値段を抑えるんであればこっちのバージョンだからこういう方が合うな。これで3級とかです。この辺安いやん。この辺にしよっか。よす、これじゃあお買い上げしちゃおっかな。あら、これさ、じゃあこれ軸に考えようぜ。そうっすね、一旦それを軸に考えましょう。ありがとうございます。ということでね、パンツを買いましたと。パンツは買ったんでね、今度はトップスをねやっていきたいなって思ってます。とりあえず、古着屋行く？行きましょう。セカストでいいですか？はい、一旦セカスト行きます。セカスト単価が高すぎて予算1万円じゃ収まんなそうなんで、別のお店へ移動します。ウィーゴーね、でもなんかさ、向こうそれ系狙ってきそうじゃない。近畿に行きます。大阪は空気が違うね。なんか関西弁が飛び交ってるのがいい。すごく女の子がみんな可愛く見える。可愛い子が多いんだろうな実際。一旦アイス食べたくね。アイス食べる。アイスかタピオカだな。あ、タピオカは確かに。でもお腹いっぱいなんだよな俺。ゴンチャあっちゃった。あ、ゴンチャ見つけちゃったよ。でも持ってお店入れないっしょ。入れないからな。シンガポールみたい。シンガポール行ったことあんの？シンガポール行ったよ。行ったの？あるよ。マジで？何しに行ったの？私ね、高校の修学旅行。うん、マジで？めっちゃいいとこの高校じゃん。みんなこう。行ってみたいんだけど。シンガポールにツアーで行きましょう。とりあえず古着屋さんでコート買いました。次インナーと帽子を買いに行きます。そうなんよね。いや、いいのあるんだけどな。いいのはいっぱいある。だが、
やっぱいいものというのはそれ相応の値段というものがつく。ちなみにってちゃんとかっちりするなって難しい、ね、難しいな、かなり。さっきそこって入ったっけ？入ってた。そこなんかいっぱいある気がする、ね、難しいな。2着で1万円、今トータルコーデで1万円で企画でやってて、いけますよ。ここが全部半額なんで。ああ、なるほど、はい、そこから半額なんで、まあ、なんとかします。なんとかしてくれるんですか。やっぱ自分これ気に入ったっすね。自分それいいっすね。自分それいいっすね。あ、いや、ちょっとこれ気に入っちゃいました、お兄さん。そうっすね、自分もこれいいと思うっす。これいっちゃうか。いきますか。これじゃあ、じゃあ、ユニットが、じゃあ、それ。はい、ということで上も決まりました。頭から下まで全部結構いい買い物して、いい買い物した。レノンさんにはすごく合うと思ってるから、とりあえず結構時間もねギリギリなんで、急ぎ目に戻りながらね、戻りながらハイハイということで、バイチ。その調子その調子。サンキューマートにてインナーと帽子を買いまして、マジサンキューマート最強でしょ。マジで390円でトレーナー買えるんだよ、やばいでしょ。でもう今から最終手段、時間もないんで天下の GU 様に行きます。予算は今のところ5000円弱。はい、そうだね、まだあと5000円使えるんで、とりあえず急いで GU に向かいます。なんとか全身買いました、あとは結果発表をするのみですが、死んでもあいつに服を買ってやりたくねえ。絶対に勝ちたい、絶対に買わせてやる。まあでも勝つでしょう、おしゃれですから。戻りまーす。お疲れ様でした。はい、パンパカパーン。はい、ということでお買い物してきました。いや、もうこれ俺ら圧勝でしょ。圧勝。いや、負けるけど、結構こっちね、結構こっち負けねえよ。だから普通に楽しかったっすね。ということで、まずじゃあ僕らのチームからネロン君に伝えたいと思います。はい、こちらです。お願いします。これはね、すごいな。 GU のクロスキーにサンキューマートで買ったトレーナー、ハイネックのトレーナーで、古着屋で買ったグレーのコートにサンキューマートで買ったベレー帽っていう最強コスパ。あれ、関係ないよ。いや、東京で買えるのよ、全部。でもやっぱ、ね、あスタイリッシュですよね、こういう感じで。合計で7,700円ぐらい。めっちゃコスパいい。これいいよ、これいい。これ一番のポイントが、ここに田中ってくれた。いや、刺繍でやからね。田中って入ってるんだから。おーい、ちょっと田中が着てたのやつだから。シグネーチャー、田中シグネーチャーモデル。シグネーチャーモデル、なるほどね。はい、じゃあ僕らのモデルでした。これは素晴らしいな。これすごいっす。じゃあ続いて論議チーム、論議チームいきますかね。よいしょ。はい、じゃあ論議チームのメロンさんコーデ、こちらになります。メロンさん、おめっちゃいい、めっちゃいい。
黄緑、まあ、黄緑になっちゃったけどメロンさんから緑が入ってます。で2つ目もう全体的に男いかつさがちょっと出て、まあ、強そう。確かに強そう。強そうだから。でレモンさんはすごいいい基礎をたくさん持ってるから汎用性のある。なるほどね。そうコーデっていうことでスニーカー好きだもんね。そうだからスニーカーを生やすために服を着ましょうっていうようなコーデ。スニーカーありきだ。そう。確かに何でもいける。素晴らしい。これはね今までの知ってきたこの上位互換って上位互換じゃねえ。こんな服着てたもんねえだろ。ねえだろ。パジャマみたいな服着てた。まあこれは俺はしてほしいかな。素晴らしいと思う。よろしくお願いね。はい、ということでレノさんのお気に入りコーデが決まったそうなので、ここからそれを着て登場してもらいたいと思います。はい、もう一度ルールを確認するとレノンさんが選んだ方は、レノンさんが自腹でお買い上げ、選ばれなかった方は、選ばれなかったチームのメンバーが自腹でプレゼントという感じで、まあ、うまくジャンルがはっきりと分かれたんで、めっちゃ緊張してる。ドキが眠れ。本当にマジで。選んだ方着て、着るんで、それで、ぜひでもらいましょう。俺らメイトしてくださいレノンさん、レノンさん出てきてください。お願いします。はい、じゃあ僕ら目開けましょう。3、2、1。あー最悪。やっぱ最悪がしたよ。だってこいつこういう服好きだもん。ポーズ。